トーマス・ローレンスによる肖像画。第四代バッキンガムシャー伯爵ロバート・ホバートは、イギリスとアイルランドの政治家、貴族、通ーリー党に所属し、陸軍、植民地大臣、ランカスター工領大臣、インド庁長官を歴任した。七百九十三年から七百九十八年まで、ホバート男爵の儀礼称号を使用し、七百九十八年十一月に、 繰り上げ直所により、ブリックリングのホバート男爵の爵位を継承した。第三代バッキンガムシャー伯爵ジョージ・ホバートと、アルビニア・ホバートの息子として、1760年5月6日に生まれた。ウェストミンスタースクールで教育を受けた後、1776年に、エンサインとして、第59不評連隊に入隊、1777年8月に渡米した後、 1778年に第30不評連隊の隊員になり、1783年から1784年まで第4軽流機兵連隊の少佐になった。1784年、軍務から引退した。1784年から1790年まで、ポータリングトン選挙区の代表として、1790年から1797年まで、 アルマーバラ選挙区の代表としてアイルランド、庶民院議員を務め、1789年4月21日にアイルランド数密院の数密顧問官に任命された。その後、アイルランド総督の初代バッキンガム公爵からの指示を得て1789年から1793年までアイルランド担当大臣を務め、在任中にカトリックへの情報を断固として拒否した。 アイルランド政界入りの傍ら、イギリスでは1788年12月に、ブランバー選挙区で、ラトランド公尺化の指示を受けて、補欠選挙で当選、グレートブリテン庶民委員議員に就任した。その直後に、折衝法案をめぐる採決で政府を支持した。アイルランド担当大臣への就任により一時期、アイルランド議会への対応に追われたが、1790年、 イギリス総選挙ではアイルランドからイングランドに帰って、リンカーン選挙区の議席を確保した。カトリック解放には反対したものの、1792年4月には議会で演説して奴隷貿易廃止を指示した。1793年5月1日に、グレートブリテン数密院の数密顧問官に任命され、1793年10月にはベンガル総督、 サージョン・ショアの公認への内定を取り付けた上で、マドラス総督に任命された。その後、1794年4月に、ロンドンを立ち、9月に着任するも、ショアとの不和により1798年2月に、本国に召喚された。1798年11月30日、繰上げ直所により、ブリックリングのホバート男爵の爵位を存命中の、父から継承して、 貴族院議員に就任した。合同法をめぐる議論では合同法を支持した。ショアとの一件により、インドでの官僚に嫌われたため、1799年8月に本国での官職任命を求めた。1801年3月から1804年5月まで、アディントン内閣の陸軍、植民地大臣を務め、1804年11月14日に父が死去すると、 バッキンガムシャー伯爵の借位を継承した。ヘンリー・アディントンへの接近により、ショーピットの心象が悪く、ショーピットが再び首相に就任するときは、国王親衛隊隊長への就任打診しかなかった。後に、アディントンとショーピットが和解すると、1805年1月に、ランカスタ公領大臣に就任、二人が再び決裂すると7月に辞任した。 総人材内閣では、郵政長官の一人を務めた。第二次ポートランド公爵内閣とパーシバル内閣期に野党に回った後、1812年5月から6月にかけて短期間ランカスター公領大臣を再任。リバプール伯爵内閣の成立に伴い、インド町長官に転じ、移行死去まで同職を務めた。1816年2月4日、 落馬事故によりロンドンのハミルトンプレイスで死去した。息子ジョンが創生したため、弟ジョージ・ビアー・ホバートの息子、ジョージ・ホバート・ハムデンが爵位を継承した。ブリタニカ百科事典第11版ではインドでの経験があるとして、インド庁長官への就任が適正であると評価した。私生活については女好きで、演劇も好んだという。オーストラリアのタスマニア州ホバートは1804年に、 第四代バッキンガムシャー伯爵の加盟にちなんで名付けられている。1792年1月4日、マーガレッタ・ボークと結婚、一男一女を設けた。1799年6月1日、エレノ・アーグネス・イーデンと再婚した。ありがとうございます。